みんなのよ。高橋です。岩崎一番です。豚丼のです。豚丼の最後にします。あ、豚丼のメインです。サバイバル。サバイバルで生き残った一組。芸能界の奮い落としサバイバル。13組が敗退です。2回戦ビッグボスの限定戦敗者の怨念ゲーム。星ついてる。ここ星ついてる。一文字目、一文字目聞いた。コンビ名はこちら、腐っても男。腐っても男の一文字目くる。これヤバいっちゃうか。狂い咲きオリンピック。2個も入ってる。逆説描くぞ。くこれプラス、敗者復活を含めた8組で決勝となります。はい、はい、それでは決勝戦の前に敗者復活戦、敗者復活戦、敗者復活枠を、はい、今まで負けたやつらの中から一人だけ引っ張り出します。でも敗者復活が優勝みたいなのがあります。なんとかグランプリでもよくあるし、うん、もう決勝に選ばれてないし敗者復活に選ばれてない組が優勝することもあります。そんなことないだろ。ガンガン選手くん、いや幻みたいに言うな。お互いにちょっと選びました。敗者復活、まあ、落ちたやつの中から一人ずつ選んで好きなやつを選んで、はい、でそれがもう俺たちのしたいコンビ名じゃないの。ただまあね、優勝候補にね、入れたいね。入れたいね。選びました。はい、その後、出し合った後、人肉じゃん。人肉じゃん。普通にじゃん。前の2回戦とかは。限定じゃんけんみたいな、なんか、ゲーム戦も出したけど、もう、じゃんけんポンと。普通に人間の手でやるのを人肉じゃんけんって言うんです。じゃあ、まず、岩崎一番の敗者復活枠発表しますね。岩崎一番の敗者復活枠はこちら。ででん。ターボババアです。それとあれとターボターボババア、これは都市伝説ね。都市伝説。めっちゃ車とかに並走するすっごい足の速いおばあちゃん。ほら、まあ都市伝説ですね。まあおるかもしれない。俺のまあターボババア。地元で。自分で。多分自称は多分違うよね。人に言われてたもん、ね、ああ初めてたもん、そうそう、ちょっと似てるかも。あ、ここがじゃじゃん、廃屋の刑並走されるよ。おい、正解こういうこと、廃屋の刑、まだ水浴のなんちゃら、そうかっこいい、かっこいい、廃屋なのに刑っていうか、まあ矛盾してる、それでいい、かもしれない。これはあの、ジャンケンしました。普通に俺がターンババーとして普通にジャンケン、さんが入るわけ。はい、どうしようかな。僕はグーを出そうかな。桜木花道の友達の名前知らんやつを高見グーを出そうかな。でも僕がグーを出すって言ったらもしかしてチョキを出すのかなと思って。まあ俺はうん、そうだね。そう、僕がグーを出すから君はパーを出すでしょ。だから僕がチョキで迎撃してくれるのかなと思って君もグーを出すんじゃないかな。だから僕はパーを出すんだよ。そう、高宮で心理戦仕掛けてこんといて、ほんまに何で出していいかわからんから。最初はグー、じゃんけんポン。はい、翌日は廃墟の刑に来られました。バーバーバーね、今からしてます。ちょっと心理戦のことが恥ずかしい。何も考えずに何も考えずに俺もパー出したけど、じゃあ、決勝戦、決勝戦の、勝負方法、勝負方法、いやー、いろいろあります。もう結局これ、
岩崎一番のコンビ名怒鳴ってみよう。怒鳴ってみよう。結局コンビ名をお客様の、ね、前に言うのはもうあなたですね。あのネタとかですね。そうそう、はいはい、一番こうしっくりくる。はい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 。まあ、それが一番大事やから。それは一番大事。もう結局結局ここで例えば、まあ、タワーのままでもいいよ、はい、でどうもーって出てきてほしい、はい、まずどうもーって出てきて、たたたたた遅いわよ、どうもタワーのままですみたいな、みたいなのもうこれ、まあ、またわしを何歳だと思ってるんじゃみたいなのを、あの即興でアドリブでやってもらいます。うわうわ、8組分どうパンクすんでよ。で、一番あの面白かったです。おい、そんなんできめんだよ。あの、ここからはね、ドルピンになります。それでは、スタジアムの方へ。どうも、上戸彩です。ストレスすぎるやろ。確かにちょっと大きいイメージあるけど、やめとけよ。上戸彩です。上戸彩ちゃう。上戸彩がね、あのえみくじを引いてくれる。えみくじを引かれた順番に、隣をね、コンビ名をコールしてください。はい、はい、えっと、組目は組目はあ、じゃマジランダムよ、怖っ。こんだけ入れてんのか。父くじやんけ、おい。父くじにすんなよ。こちら爆音ウィスパー。はいどうも、爆音です。お願いします。組目はケタマ。はいどうも、ボーンケタマです。お願いします。お願いします。ちょっと動揺しすぎてお願いします。恥ずかしい。これどうですか、感触は。まあまあまあ、こんな大きな、まあまあ3文字やからな、恥ずかしい。さあ、行きましょう。よしよし、あれ、怪しいよ。こちらしまっとんねりこ。しまっとんねりこ。はいどうもしまとめりこです。お願いします。バカだね、しまとめりこ。ちょっと歯切れが悪いですね。いやだからもう一生だけどね。どうだ、妻じゃないんじゃない。わ、まだ言ってないぞ。4組目はこちらエゴイスター。はいどうもー、俺たちが一番スターエゴイスターです。お願いします。はい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 。恥ずかしすぎる。今日は良かったんじゃないですか。恥ずかしすぎる。俺これ毎回毎回この動きしてないから恥ずかしすぎる。一番盛り上がってるよ。盛り上がってるぞこれ。5組目こちらタイガーアイ。はいどうもギラ。どうもタイガーアイです。お願いします。カオギに入れ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 。さあ、いや後半戦にも行きますよ。もう突入してる。突入してます。行きましょう。第6組目はこちらバターブ。はいどうもシャカ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 ペロ全国大会優勝。どうもバターブです。お願いします。ちょっといやこれ好きやってんけどな。さっきまでさっきまで好きやってんけど急に綺麗になりそう。部活みたいな感じしてるけど。そう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 。ちょっと嫌だ。なるほど。ねえ、審査員の皆さん、あやめろやめろ。上戸で繋がったの。おいおあかんって。
さあ、7組目はこちら、爆裂ボロネーゼです。はい、どうもー、ズルズルズル、ズルズルパン、最悪。どうも、爆裂ボロネーゼです。お願いします。俺が考えてきてるんだよな。恥ずかしい。あれあれ、あ、父が、あ、父が上がったよ。さあ、最後敗者復活から上がってきた、あ、こちら、廃屋の系です。はい、どうぞ。ブーンブーン、廃屋満タンで、どうも、廃屋の系です。お願いします。仕切り直した。さあ、え、もう決定、今だから決定です。ね、これ俺毎回やらなかったんで、関西だとしたら、関西だとしたら、まあまあ、まあまあまあ、ない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 。え、だからそれ俺がもうやってる側やから、よく分からんけど、その高津さんの判断でというか、その見せて、あ、どれが一番いいかなみたいな。それでは発表します。なんか自分のことのように、自分のことやねんけど、歌うどんの、はい、新しいコンビ名は、コマーシャル。あ、コマーシャル、はい、やるけど。はい、ということで、ね、決勝戦終わりました。あー、すっごいしんどかった。8組の分も、これあれやね、あの、結構ガブだ。タイガー師匠、タイガー師匠や、ジャイアント師匠かもしれんけど、まあね、いや、ありがとうございました。いや、いいな。45組決めました。決まりました。ここからはこれで完走します。いや、そうですね、僕歌うの明日からは、明日から、そうね、我々は、はい、これで完走します。いや、結構、いや、そのね、8組やったけど、決勝とか、やってこないとかはない。ほんま、だからもう、響きとかで決めてほしい。その、俺のやつがノイズになったら、とは思ってる。はい、そう、そこから。決勝はやってなかった。あ、ね、決勝はやってなかったという気持ちで。はい、気持ちで。まあ、その8組の中から、まあ、選びましたよっていうことでしょ。こっち。終わってます。はい、終わってます。3つずつ頑張ります。はい、じゃあ、いいですか、発表して、発表してください。天性なる審査の中、審査の中、審査の中から選んだコンビ名は、8組の中からじゃない、45組の中から選ばれしコンビ名はこちら、バターブデスサタンです。あれ、やばい、天空アビスか、天空アビスか、天空アビスか、天空に、ね、天空アビスは絶対にしません。バター部に決定させていただきました。じゃあ、はい、今これね、はい、響きが可愛い、可愛い、可愛いし覚えやすいっていうね。ああ、確かに、おじいおばあね、じゃあ、やめとけ、おじいおばあね、覚えやすい。歌うのも大概覚えやすかったけど、じゃあ、ちょっと前で見てもらっていいですか。じゃあ、ホタルマンからこのバター部に授業式を、あ、じゃあ、授業、ホタルマンからバター部に、おめでとう、バター部、おめでとう、よろしくね、あ、よろしくね。こんにちは。いやー、やっぱりやっぱり、チョキを出しててよかったね、高宮エル。はい、じゃあこれから皆さん、ありがとう、ちょっと、ね、ああ、低すぎる、ちょっと、ね、フワちゃんスタイル、フワちゃんスタイルで、低すぎる、皆さん、バター部ということでね、これから我々はもうバター部として活動していきます。今後もね、はい、あのテレビに映るときはね、もうバター部としてサマーズの覚悟で、サマーズの覚悟でね、サマーズの覚悟でさせていただきま
ください。はい、はい、はい、ということで、じゃあまた YouTube どんどん更新していくので、ね、見てねー、見てねー。